か。恵方巻きを食べてる間は話しちゃダメらしいけど、美味しいって言うのもダメ。恵方巻きを作るのってそこまで難しくないんだよ。せっかくだし、みんなと作ってみたいな。鬼のお面を作って世界で豆巻きするんだ。肉たちも楽しみにしてくれてるみたい。鬼のお面をみんなで手作りしたんだけど、細かいとこまで凝りすぎたかな。ガオガオ、鬼ですよ。あら、どうしてみんな豆を投げないのかしら。しずくちゃんが鬼をやってくれることになったんだけど、あんな笑顔の鬼に豆投げられないよ。みのりもあいりも豆投げにくそう。ミクたちにも見せてあげたいな。なんなの、しずくの演技。あんなの。いえ、言ったら負けよ、アイリー。そ。鬼役として、みんなの役除けの責任を。ん？なんだ、アキト。そんなに頑張らなくていい。ね。アキトもトウヤも鬼役に気合い入ってるみたい。私たちも負けてられないね、コハネ。別に鬼やるのはいいが。おい、レン、そんな振りかぶって投げんな。地味に痛そうなんだよ。世界で節分パーティーするの。カメラも持ってきたし、たくさん撮って思い出を作りたいな。リンちゃん、レン君、鬼ロボちゃんそっちに行ったよ。ハサミ撃ちだ。わっ、ルイが用意した鬼ロボ、無駄に素早いな。投げても投げても豆が当たらん。鬼ロボって、鬼のお面してるだけのゾンビロボット。まあ、みんな楽しそうだし、いいか。使えるものは使わなければね。それでみんなが喜んでくれるなら、なおさらだ。行く、レン。僕は本気で追いかけたりしないから、気楽に逃げて大丈夫だよ。運動ついでに鬼役をやろうと思ったけど、真冬、ちょっと待って。かなで、追いついた。どうしたの、逃げなくていいの。真冬、あんた足早すぎだから走るの禁止。じゃないと鬼役が全滅しちゃう。ん？あ、そうね。え、けん。よーし。